どうも皆さんこんにちは、アリステレスです。皆さん哲学って何だと思いますか？一度は誰しもが聞いたことあるんだろうけど、結局何の学問なんだよと思ったことはないですか？まあ有名な問題でいくとトロッコ問題と、あるね暴走トロッコがありまして、まあ1人のレールと5人のレールがあると、であなたはそれを左右どちらにでもできるスイッチの近くにいます。どっちを助ける？はたまたその一人の方が家族だったら？っていうやつとか、テセウスの船、とある船が、まあ、ゴーイングメリー号だとしましょう。メリーが継ぎはぎで別のパーツを一個ずつ部品くっつけてて、で最終的に全部元のメリー号と違う部品になった時にそれはメリー号と呼べるのかっていうものだったりね。で何でも答えを出したがる、まあ、仙人たちはですね、哲学とは人がどう生きるべきかとか、人はどうあるべきかとかを考える学問と言ってるんだけど、そんなもんじゃねえよって俺は思ってんの。哲学ってズバリ考えることなんだよね。例えばさっきのトロッコ問題だって、一人の家族側が女で一つでもうようやく頑張ってすっごいもう丹精込めて育ててくれたお母さんだった場合と、ネグレクト、児童虐待、激しい親だったとしよう。どう？全然見え方違うじゃん。でテセウスの船だって、まあワンピースでウォーターセブン編でね、フランキーか誰かがもう言ってましたよ答えを。メリーを作ることできるけど、それはもうメリーとは呼べねえ。こんなもの答えを出そうと思えば出ちゃうんだよね。でも答えなんてマジでどうでもいいし、どっちも正解だし、そもそもその状況に立つことなんてありえないじゃない。何トロッコの操作できるの、どんな状況だよ。船なんか持っとらん、全部金属でやっちまえとかね。でもなぜ哲学的って呼ばれてるか、これは考える余地があるからなんだよね。で哲学難しい、なんかよくわかんなそうって言ってるけど、一回はみんなさ、おい明日地球滅びるとしたら何するよ、好きな子に告白してこようかな、から世界中のタバコを一回ずつ吸ってみてよな、まで何だっていいじゃない。もう一つ例を出すと、無人島に持っていくとしたら何がいいよ、やっぱライターかな、火起こすのだるいし、でも十徳ナイフもかなり用途多彩だよね。まあ、十徳だから一個って言っていいのかね、わかんないけどね、ねえ。とかね。なんだっていいわけ。で、答えがあるし、答えがないようなもんでしょ？これ、やってるこの、考えることが、俺は哲学だと言いたい。まあ、ちなみに、明日地球が滅びるとしたら、タバコを吸いながら、風俗に行って、さすがに思いを秘めた人に、愛を伝えてゲームいっぱいしようかな。そもそも哲学の起こりとはっていうのは、まあ、かの有名なね、皆さんご存知アリストテレスが残した言葉によると、暇から生まれたものであると。そりゃそうだと思ってね、めちゃめちゃ的を得てっす、めちゃめちゃ的を得てると。哲学とは何かを、語源からも考えてみたんだけど、英語にするとフィロソフィーで、ギリシャ語にするとフィロソフィア、フィロソフィアがフィロが何かを愛する、ソフィアが知識とか知性とか、直訳すると知を愛するになるんだよね。捉え方はまあ様々あるだろうけど、俺はこれって何なんだろうなとか、どうなってんだろうなとか、探求心だったり知識欲だったり、
共通することとしては、何なんだろうな、考える、どうなってんだろうなって考える、これ知りたい、あれ知りたい、考える、そういうことなんじゃない。だから実はみんな哲学に触れてるんだよね。でも人間であること、そして人間に関わることで答えがないものが多いじゃん。でも哲学という学問の名前を使ってそれに対して答えを導き出そうとしてるのが哲学者なんだよね。哲学者は自死をする人が多いって言われてることがあるんだけど、それはそうなんだよ。だって絶対に答えなんてないし、俺はその答えを持ってるのは自分じゃないと思ってるから。まあ良くも悪くも文化的なね、社会になりましたよ。正直いつこの平和が終わるか分かんないし、いつ地球が滅びることになってもおかしくない。でもその中で人と人で生きてるから、俺の人生の問いは他人が持ってると思ってんの。だから難しい、関わんの難しい。でもそれでも自分なりの何か答えを見つけて良かったなと思えるようにね、なるべく活動してますんでね、乞うご期待ということでね。ということでね、哲学とは何かをお話ししましたけど、分かったかな。一言でまとめるなら、人に関する正解のない問いにする必要もないものを考えること。哲学してんじゃないのみんな、哲学してんじゃないのって。こうやって哲学のうちに生きて、俺みたいにうつ病にならないようにね、みんな気をつけてね。じゃあねー。